皆さんこんにちは。ハンケルデザイン学科のルプレヒト・クリストフです。今日は環境デザイン学科の内容を説明したいと思います。よろしくお願いします。環境デザイン学科では、自然環境と社会環境の総合的なデザインを通じて、人と自然が共生する持続可能な地域社会を共に築き上げる人材の育成を目指しています。学科の教育および研究は、個人、社会と自然環境との関係の究明に軸足を置いた環境サステナビリティ系と、個人、社会と社会環境との関係の究明に軸足を置いた地域デザイン防災系で構成されています。本学科は環境サステナビリティ系の6名の教員と地域デザイン防災系の5名の教員で構成されています。環境デザインの感性を磨くため、専門力育成科目の中では、講義、実験、グループワークを通じて基礎的知識を横断的に学びます。また実践力育成科目の中では、プロジェクト型のフィールドワークを通じて専門力育成科目で学習した知識を実践する力を習得します。環境デザインとは、環境とデザインの2つが合わさった概念です。環境とは、個人や社会の周囲を取り巻き、その生活と相互の関係を持つ様々な有形無形の状況を指しています。デザインとは、形態、配置、配色などの観点から物を機能的、美的に整える意匠と、快適性などの観点から個人、社会の生活をより良い形に整える計画を意味しています。そしてこの2つを合わせ持つ環境デザインとは、環境との調和に配慮して個人や社会の生活をより良い形に整える行為です。生活をより良くするための調和、これにはご覧の7つのキーワードが含まれています。将来世代への継承に配慮する持続性、社会全体または偏りのない利益に配慮する公共性、異なる個人や社会に配慮する多様性、地域固有の特性に配慮する地域性、計画や管理に関わる人々に配慮する説明性、生命に危険を及ぼす現象に配慮する安全性、環境の変化に対応する仕組みに配慮する順応性です。環境には自然環境と社会環境の2つがあります。自然環境は個人や社会の周辺に存在する自然を意味し、特に相互に関係を持つ自然要素の集合体を生態系と呼びます。社会環境は社会生活を円滑に進めるために、社会自らが生み出した仕組みや資源です。中でも生活を送る上で欠かせない基本的な仕組みおよび資源は、社会的基盤と呼ばれております。これらのことを念頭に、改めて環境デザイン学とは何かを考えてみましょう。まず社会環境と自然環境との調和に配慮して、個人や社会の生活をより良い形に整えるため、調査、計画、管理をする行為、およびその基盤とする学問群です。調和とは、人間と社会環境、人間と自然環境、社会環境と自然環境の望ましい関係性のことであり、その具体的な関係性を考えることや、その基盤となる学問群を環境デザイン、または環境デザイン学と言います。では、環境デザイン学科の概要について説明します。人と自然が共生する持続可能な地域社会を共に築き上げるをコンセプトとした教育を行っています。人材育成の方針は、環境デザインに関わる自然科学と社会科学の技能の習得を通じて、持続可能な地球環境、地域社会の将来ビジョンを想像できる構想力と実践力を持った人材を育成するということです。本学科には2つの環境のうち、自然環境の専門性に基づく分野を担う環境サステナビリティ系と、社会環境の専門性に基づく分野の地域デザイン防災系に関わる専門科目があります。環境デザイン学科の人材育成目標、ディプロマポリシーはご覧の通りです。知識・技術の分野では、理系や文系の幅広い基礎的素養を有し、人間と環境との相互関係を理解し、デザインするための専門的・応用的な知識を習得していること、思考・判断の分野では、全体を俯瞰する総合的な視点を持ち、
地域社会や環境の改善に向けた将来ビジョンを策定・調整をすることができること、興味・関心・意欲の分野では地域社会と環境のサステナビリティに関する諸課題に対して積極的に関心を持ち、地域社会の新たな価値創造へと導こうとする意欲があること、技能・表現の分野では適切な調査・分析方法を用いて自然環境との共生をもたらす地域社会デザインに必要な情報を収集・整理・分析することができる、さらに自分の考えを的確に表現して討論・対話をすることができること、そして共同・リーダーシップの分野では地域社会・環境の諸課題の解決へ向けて協働力とリーダーシップを発揮することができること、環境デザイン学科の研究内容と教員を紹介します。環境サステナビリティ系には自然環境の状態を調べ、守り、マネジメントするための学問分野があります。例えば地球環境学、持続可能性科学、人文地理学、環境経済学、環境政策学、植物生態学などを担当の教員が担っています。地域デザイン防災系は地域社会の将来像をデザインし、災害に強い地域社会を築き、ステークホルダーとの協働を進めます。そのため都市地域計画、地域防災計画、自然災害学、土木計画学、社会心理学、景観デザインなどの分野があります。4年間の学科カリキュラムです。1年次は黄色い矢印の共通教育に加えて赤い矢印の学科の共通科目が少し入っています。2年次の前半からコース専門科目も始まり、2年次の後半からは学科で集中的に授業を受けることになります。座学、演習、実習を織り交ぜて進めます。3年次で教員に応じて研究室を選択し、4年次にかけて卒業研究をゼミナール形式で進めます。ここからはいくつか代表的な授業をピックアップして紹介します。地球環境学では文系と理系を融合しながら生態系の多様性、人間と自然の相互作用、生態系が直面している問題について学びます。これらは環境デザインに不可欠な地球システムの基礎知識です。さらに多学部科目も選択しながら自らの興味・関心に応じた基礎的知識を身につけることができます。地域デザイン論では地域デザインのスキルについて理解することを目的に、さまざまな観点から空間を読み解くことの必要性と多様な主体と共同でデザインを進めていくことの重要性を理解します。座学で学習した知識を実際の地域社会で応用するスキルを現地でのフィールドワークやワークショップを通じて能動的に学びます。環境デザイン論では持続可能な社会を実現するための環境デザインの意義と役割を理解し、環境デザイン事例のディベートを通じて環境デザインの内容の理解を深めるとともにコミュニケーション能力を高めます。教員による講義だけではなく、学生同士のディベートやグループワークを通じて知識を双方向的に深めます。プロジェクト演習では防災やまちづくり、環境問題などの地域課題を解決するプロジェクトにチームで取り組み、地域社会の諸課題への関心、公共的な観点、多元的な視点を養います。海外へ出かける授業もあります。海外フィールド実習はインドネシアやネパールなどでのフィールドワークや調査を通じて課題解決を行うための考え方を鍛え、リーダーシップとを結びつけて語学力などの国際的に必要とされる能力を高めます。授業とは異なる活動である生課外活動も積極的に行っています。公民学連携による地域に根ざした学びでは、公民学が連携したまちづくり拠点松山アーバンデザインセンターと連携してまちづくりの実践から学びながら必要なスキルを身につけることができます。恵まれた自然環境の中で思考を磨く、多種多様な自然環境を有する愛媛県で、海から標高2000メートルに至る愛媛県の自然環境を舞台に地元 NPO と連携したセミナーを通じて自然と人との関係を理解するスキルを深めることができます。多様なステークホルダーとの共同も進めています。西予ジオパークを対象に学問を超えた
地域住民や行政などとの協働により、地域課題の解決について学びます。卒業生の進路の一例を紹介します。想定される進路として、環境、まちづくり、インフラ系のほか、多様な業態の民間企業への就職や、国家公務員、県庁、市役所、県警職員などの公務員等の就職の実績があります。愛媛大学や他大学の大学院へ進学する卒業生もいます。最後に、環境デザイン学科が求めている人材像はご覧の通りです。まず、環境デザインを学ぶ上で必要な高等学校の各種授業科目の基礎的学力を身につけており、多面的視点から論理的に考察できること。そして、持続可能な地球環境や地域社会の実現への意欲を有していること。さらに、社会全体のために様々な人々と共同する姿勢を有していること。また、自らの考えを分かりやすく表現できる対話力を有していることです。皆さん、いかがだったでしょうか。ぜひとも皆さんも一緒に環境デザイン学科で学びませんか。待ってます。